どうしてこうなった？皆さんいかがアクアを過ごしでしょうか。文系アクアリストのはてなです。はい、ということでですね、前回はこちらのエンゼルフィッシュ、レッドデビルエンゼルフィッシュがですね、卵を産んで、そしてこう赤ちゃんが生まれたということでご報告をさせていただきました。で、本当に皆さんたくさんアドバイスいただきましてありがとうございました。まあ、その中でですね、まあ、やはりこの親が子供を食べてしまうということが結構あるということで、サテライトをおすすめする方が結構いらっしゃいました。まあ、で一応今の現状なんですが、こんな風にめちゃくちゃ卵からかえって、はい、もう自由に泳いでいるという状態まで来ています。でただ全て順調かというとそうではありません。まあ、やはりこんな風にですね、これフィルターの下あたりにこう溜まっている様子分かりますでしょうか。これ残念ながらおそらくお亡くなりになってしまった子供たちということになるんですが、このフィルターの隙間からですね、こう吸い込まれるということは正直ありました。はい、ということで今回は皆様アドバイスいただいた通り買ってきました、サテライトになります。一応サテライトの中でも大きいものを選びました。でこれをですね、こんな風にかけるということになりますが、ご覧ください、はまりません。やはりこのアクリル水槽フランジがついていますので、ここに干渉して、うまく入りませんでした。はい、ということで、こちら水槽の中に入れるタイプのサテライトを使います。これはですね、もともと使っていた、まあ、購入していたものにはなります。まあ、買う前にわかるだろうっていう話なんですが、まあ、ちゃんとね、計算して購入しませんでしたので、もう今回はこちらを使います。はい、では早速スポイトでですね、すくっていきます。はい、こんな風に今お父さんとお母さんがですね、こう心配そうに見ていますよね。いや本当にこの瞬間申し訳ないと、同じ人の親としてね、いや本当に申し訳ないなという気持ちで、まあ、ただね、これを本当に赤ちゃんのためと心を鬼にして入れます。はい、ということで大体入れました。ちょっとこんな風に見てください。これ、レッドデビルエンゼルフィッシュがですね、こうつついてますよね。まあ、おそらくこれは自分の子を返せと言わんばかりにこう吸い付こうとしてるんだと思うんですけど、いや本当に申し訳ない。はい、いやもうこの瞬間で私本当に心を痛めております。はい、ただですね、すべてをサテライトの中に入れたわけではありませんで、だいたい半分ぐらいをサテライトに入れました。で半分はもうそのままこの親たちに任せようと思っておりまして、はい、こんな風にある程度残しておきました。まあ、っていうのもですね、やはりこの親たちが子供を食べてるというところ、私まだ見たことないですので、まあ、口に含んで、こう元いる場所にこう戻してあげるっていう様は何度も見ているんですが、そのままこう飲み込んでしまってるっていうのはまだ一度も見てないんですよね。まあ、それとあとはサテライトに入れればもう大丈夫と、それで安心っていうわけでもないと思いますので、まあ、ここはちょっと半々ぐらいに分けてですね、親たちに任せる、そのように分けて今回はやっていきたいというふうに思います。まあ、ただですね、いろいろこういじってますので、まあ、これがちょっとこの親たちのストレスになってしまうということは結構あるんじゃないかなというふうに、そこは不安に思っています。他にも声帯も入っておりますし、もともと結構ストレスが高い、緊張状態が高いような環境なんですよね。まあ、そのあたりが結構不安ではあります。はい、こんな風にですね、親たちがこの、まあ、中に入れられた子たち、まあ、まだこの近くで泳いでいますよね。はい、で次です。次はですね、こちら餌を用意しました。今回ブラインシュリンプ 100% というのとテトラミンベビー、この2つを用意しました。生きたブラインシュリンプちゃうんかいと突っ込まれる方いらっしゃると思うんですが、そうなんです、ちょっとねいけるかなと思ったんですよ。はい、で結局無理でした。やはり食いつかなかったですね。まあ、ここはおとなしくブラインシュリンプということになると思います。であともう一つこちらです。これフィルターのパイプのところに巻きつけておいたウールマットなんですが、やはりですね、まあ、かなり汚れてきましたので、こちらの方ろ過フィルターについているこいつです。
はい、このスポンジの部分だけを使って、いきたいというふうに思います。まあ、このスポンジだと 100% ここに稚魚が吸い込まれるということはないと思いますので、今回はこちらに変更しておきたいと思います。はい、でこれがなかなか入らなくて苦労しました。まあ、やっと入ったんですけど、ちょっとねやっぱりいびつな感じがしますよね。はい、まあとりあえずこれで様子を見たいと思います。はい、でそれから1日経過しました。なんかね様子がおかしいんですよと思ったらエビが入ってました。いやちょっとマジでこの瞬間本当にねびっくりというか、めっちゃ憎しみを持ってエビを見てしまいました。いやこれね実際多分そんなにめちゃくちゃ減ってなかったので、大丈夫だと思うんですが、エビがですねこのサテライトの中に紛れ込んでしまったんですよね。まあ、やはりサテライトをこの水槽の中に入れるとこういうことが起こってきますよね。まあ、実際これ多分エビがこう生きてる稚魚を食べたっていうことはほとんどないのかなっていうふうに思う、いや願ってるんですけど、はい、でお亡くなりになってしまった稚魚っていうのが見当たらなかったので、まあ、もしかしたらそういう弱った稚魚とか亡くなった稚魚を食べていたのかなっていうような気はします。いやーちょっと本当にねこれはびっくりというか、いやーはい、初めてエビに怒りを覚えました。まあとりあえずなんとかこの中にいる稚魚たちが全滅するとかそういうことはなかったので、はい、少し安心しました。まあただですねやはり対策をしないといけないということで、まあ一応ねカバー、これ水槽マットの切れ端なんですけど、これをかぶせておきました。はい、ということで結局ブラインシュリンプを沸かしました。まあこうなりますよね。まあ今までやった経験上、私あんまりこれ得意じゃなかったので、まあ、結構面倒だなっていうふうにも思ってましたが、やはり食いつきが違いますよね。こんな小さな口しかないこの稚魚たちでもですね、しっかりこのブラインシュリンプをめがけてこうパクと、はい、食べてくれていますので、この姿を見ると本当に安心しました。まあ、ただ毎回これするの結構面倒なので、人工飼料もね、たまに試してみようとは思っています。はい、とりあえず、まあ、ブラインシュリンプを沸かしながら育てていくという方針はこのまま続けていこうというふうに思います。はい、では次なんですが、このサテライト外、この親たちと一緒にいた稚魚がどうなったのかっていうことなんですけど、見てください。結構数が減っちゃいました。いやーやっぱり食べちゃったんですかね。はい、もうちょっともう仕方がないので、もう今回は全てサテライトに入れるという方針にちょっと変えました。まあ、ただ私ねこれずっと結構観察してるんですけど、この親が生きた稚魚を食べてるっていう様子はねまだ1回も目にしたことないんですよ。でサテライトの中に入った稚魚が、まあ、何匹かこう日々ね落ちていってる様子っていうのを私見ていまして、それを考えると、まあ、もしかしたらこの、まあ、弱い稚魚が、まあ、そのままなくなっていって数が減っていっているのかなっていうふうにも思えます。ちょっとねこの辺りはよくわからないんですよね。まあ、もしかしたら親が食べてしまったっていうのもあるかもしれません。はい、で結局こうなりました。ですね、親たちだけを隔離しました。まあ、子供たちが目の前にいるのにこう触れられないっていうねストレスって結構あるのかなっていうふうにも思いましたし、またこの1回卵を産むと結構ね、継続的に産みますよというお話コメントでいただきましたので、ここは思い切って、この2匹ペアを隔離をして、でこの新たな水槽、要は何も入っていない生態が他に入っていない水槽でまた卵を産んでもらえたらと、もうそれがね多分一番、まあ、今後のことを考えるといいのかなというふうに思いまして、思い切ってこうしました。はい、このレッドデビルエンゼルフィッシュペアにとっては結構ね酷なことをしてしまってるんじゃないかなっていうふうに思うんですが、まあ、これもね、まあ、子供たちを守るためと、
はい、いうことで、まあこのまま少し今後様子を見ていきたいというふうに思います。はい、また何か変化がございましたらその都度ご報告したいというふうに思います。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。